おはようございます、BJ チャンネルちょっとお休みしてすいません、撮影入ってるもんで、今現場です。と思ってるダメ。よーい、スタート。おたんこナースの格好なんてあるんですか？そんなことより、子供の患者さんとその子を探しに行った怪しいドクター見かけませんでした？ああ、ついさっき見たな。さっき合格の空き家に向かったよ。たけちゃんが役者やってます。はい、カット。寒いです。そう、また普通の手覚えるんです。よーい、スタート。おたんこナースの格好なんてあるんですか？そんなことより、子供の子さんとその子を探しに行った怪しいドクター見かけませんでした？俺の出番はまだもうちょい先です。もちろん僕は UFO 研究家の竹本アンソロジーだ。はあ、何人ですか？ネアンデルタール人だよ。ところであんたは？私は明石原人です。明石原人そっくりなの？大丈夫か？はい、カット。最後これだけ言われたから明石原人って言われて面白いで面白いのだから。バカにしないでよ。バカにしないでよ。バカにしないでよ。勝手に歌って引っかかんないのかそれ。何でもあり、何でもありだから、まあ、俺監督じゃねえから関係ねえ。タケちゃん撮ったの？あ、まあ途中までね。はい。これ終わったの？はい。終わりました。タケこれ BJ で回してるから今。タケちゃん。今 BJ で回してるから。あ、BJ で回してるの？回してる。やばいなぁ。BJ の皆さん元気ですか？ね、頑張ってます。大根役者じゃなくて、かいわれ大根役者でございます。どうぞよろしくお願いします。じゃあね。ありがとう。向こうで。タケちゃん、今何話やってんの？どこやってんの？今どこやってんの？あのロケ地。急に歌のリクエストで。
だってあれ古いもんね、曲ね。そうですね。だから彼女若いからわかんないじゃない。ああ。ねえ。知ってました。知ってた？そうか。あれなんかな、フェイスブックのあれ変わったのかな。メッセージとかが入って書いてこない。覚えましたよ。だってニーダリドルスタナース、キルキムス、キラテロス、キラキラテロス、ウンデプトキノス。そうそうそう。それ覚えて。なんか覚えてもらった。ん？皆さん呪文。今度はポケットから。生で回してからね。そう。じゃあ俺がね。うん。安藤さんの肩をこう持った方がいい。お前なんでこんなとこあんねん、この野郎。あ、危ねえ。痛かった、この野郎。お前、この野郎。危ない。こけてる。とりあえず、こんな氷の上でこけて、青たんできてんのに。一応マスクをねちゃんとして現場やってますからね。一時だけどもう全然こんな押してんだったらもう2時半とか言えてよかったのにね。まあ、タケちゃん頑張ってますよ。誰もメッセージが入ってこない。ライブなったの？あ、来た。プレイバックのシーンになるんで、ここは音楽ガンガンプレイバックって言うのか。そうそうそう。しょうがいかかんの、大丈夫か。人間以外はなんとかって、なんですかそれ。知らないならいいんですよ。ひろやんさん、こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちは。けんちゃん、今何話？今、今日は6、7、8だね。その先がまだ台本できてないから。8話まで。今、逆満載のドラマだ。今何話やってるの？今、何話？7話。監督だろ。そう、うん、監督勝利さんでーすって分かってるね。うん、分かってるじゃん。これ映らないよ、これ映ってる。こっち映ってるじゃん。映ってる。イエーイ。今生だからよし、どう適当監督だけど、まあなんとかやってる、やってますよ。なんか歌っちゃうからセリフが変わるからやめて。変わるからね。これ声優変えてないんだ。ちょっと待ってよ、歌にするだけ。ようか。ちょっと見るで、俳優。ちょっと待って。俳優竹本涼。そんな感じで、和田アキ子風に。和田アキ子じゃないんだから。スタート。ニーデリトロースタナース。ビルギブス。はい、カット。勉強うるせえ。これめっちゃ邪魔だろ、この選挙のあれ。もう時間な、これ。今日で選挙だからね、23日。もう選挙の音とカラスの音で戦ってるんだ。これ本番中にこれ来たらブチ切れんだよ、マジで。そう、そう、ブチ切れるよね。ブチ切れるよ、マジで。本当にやっとセリ覚えて、もういけるかなと思ったら、あ、選挙アウト。え、もう一回今チャンスだ。はい、ダメだ、ダメだ、ダメ。こっちがチャンス。あと5話。なんか夏に2もやるとかいう話をね、もうやんないよ俺も。ニーデリトロースタナースビルキブスミラテオスウンデパトキロー。何ですかこれ、知らないの？初めて見たんだけど。タケちゃんこういう演技してんだ。タケちゃん、たけちゃん、こういう。ちょっと待ってよ。まあ、後でもう一回、あの、引いて、あ、寄りて。
メルデで違うんだよ。あ、ちょっと待って。フレンバン。そう。これは昨日できなかった分の BJ1966 にはめ込んじゃうかな。ちょっと待って。ちょっと咳がね、ひどすぎて。あ、コロナじゃないですよ。あの。ちょっと待って。レイバック、レイバック。ちょっと待って。知らねえんじゃないの？ちょっと待って。本当？俺が監督なら OK 出さない。タケちゃんでもそこそこ字でやってるっぽい。ダメ。ほらまた選挙だ。うるせえよ選挙。
もうどっか行けよ、もう撮影の邪魔だ。はい、よーい、スタート。いいデリトロースタート。はい、カットダメだろ、ここもううるさくて。よーい、スタート。いいデリトロースタナースビルギウス・ピラテロス・オンデ・パトキロース。うわー、はい、カット。B、はい、じゃないんですよ。これ序盤1個で間違えたら前回ずっとやってるからダメなんですよ。よーい、スタート。テンポ悪い。イデリトロースタナースキルギムスプラテマスウンデパトキロース。はい、あれ、あれなんですか。パトキロース上げて。よーい、ダメ？ダメよ、これもう音待ちだ。呪文難しいんですよ。え？俺呪文を言わねえもん。ですよね。そう。そう、選挙カーがうるさくてね、止まっちゃうんですよね、現場が。よーい、あ、車来てんだ。車だ。車2台。2台。なんで俺スタッフになってんだ。よーい。あ、まだまだ来てる。まだ来てる。あ、オッケーオッケー。あ、よーい、スタート。ダメだ、ダメだ。ちょ、もう誰かちょっと言ってぶん殴ってこい、もううるさいっつって。よーい、スタート。いいデリトロースタナースピルキムスピラテロスオンデパトキロース。オッケー、素晴らしい。で、次がレイナ。レイナあと知らん、じゃあ本当に何ですかそれって。じゃあ知らないならいいです。じゃあ私はこれで。って言ってそこまでで、ね、じゃあ終わる。いきます。よーい、スタート。何ですかそれ。何分？知らないんですか。出てこない。それではいいです。私はこれで。ちょっと待って。フリーマン。あ、そうか、これ、あそこまで言うのはね。はい、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 よーい、スタート。カメラ。なんですか、これは。知らないんですか。それじゃあ、私はこれで。ちょっと待って。レイバン、レイバン。はい、カット、オッケー。で、レイナですね、次は。そう、なんですか、これ。ミーディングの時だけまた言ってください。って言ったら、さあ、みんなパトクロースって言ったら、うん、あの、なん、本当に、もう本当に聞いたのに、何ですか、これ斜め45度。何ですか、これ。斜め45度はどこを見て、いや、もうこのカメラで見て。あ、はい。でも、すぐに、これ見て、これカメラでしょ。何ですか、これ。最後の。そう、何ですかそれ、そう、そんなにいるよ。最後のパトキロースだけ言うから。そう、パトキロースだけ言ってください。 BJ チャンネルボリューム196かなに、これははめ込みしてしまおうかな。よーい、スタート。パトキロー、何ですかそれ。
ちょっと待ってね。真ん中。もうちょっと真ん中やって。あ、そこそこ。うん、カメラ、アングル。私、目線向こうでいいんですよ。いや、もう、もうこっちです。はい、そう。そう指先だけ向こうで、目線カメラでいいんです。うん。指先こっち、目線を真っ直ぐ。よーい、スタート。パトキロース。何ですか、それ。あ、OK。で、プレイバックがどうのこうのっていうやつを撮って。じゃあ私はこれで、うん、じゃあ聞いてもらおうかな、うん、そうそうそう、じゃあ私はこれでって言うと、うん、ちょっと待って、うん、そう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 、でちゃんとセリフちょっと待ってそうそう、もうちょっと上げて、なんか来たぞ、そんな感じ、ちょい引きだ、あ、ありがとうございます、ちょい引こう、ちょい引こう、うん、こう出すからもうちょい引こう、選挙事務所取ってきた。選挙うるさいっつって、ちょっと待って、用意、スタート。ちょっと待って。こっちも回してますからね。あ、かなりよ。あ、上すぎる。あとクールスです。ちょっと待って。クールスなんです。酒？酒は最近あんま飲まないですね。ちょっと待って。そんなもんか。じゃあそれで。元気よく、もちろん切ってますよ。もうこの後松島と絡みありますか。ちょっと待ってっていう、そういう感じ。注意力カント。よーい、スタート。ちょっと待って。これかっこいいじゃない。大丈夫ですか。もうちょっと。カラコン。ちょっと待って。どう入ってます。ちょっと待って。和田彦風に。よーい、スタート。ちょっと待って。元クールスのマネージャーです。ちょっと待って。だんだん、ちょっと待ってって聞こえてる。ちょっと待って、ちょっと。ちょっと待って。よーい、スタート。ちょっと待って。誰かプレイバック消して、その部分だけ。消せば入る。誰でもいい、あの、iPhone、スマホでプレイバックのちょっと待って、それを見た方が早い。そう。それを見たら、どういうふうにやるか分かるんです。それ見てね、この通り、山内桃江みたいに言って。さっき和田一子言ってたじゃんか。いや、山内桃江って言って、プレイバックって言ったら出るんで。そうそう。でそのサビだけ出してあげて。さっき話題こっちだった。そう、あ、間違えた。だろ。適当だな。適当すぎる。これね。これの、よくこれ聞いてね。あ、その前。これ、ね。あ、これ流すな。これ引っかかっちゃうじゃん。BJ。これ。5秒、ちょっと待ってよ、聞いて。これ、ちょっと待って。ちょっと待って。ほんと、風邪ひきしますよ、もう。寒すぎて。よーい、スタート。ちょっと待って。どうせ歌かぶせるやろ。あ、歌かぶせる。うん。で、これでいいや。オッケー。で、ここ歌かぶせるからね、ここに。同時に行くから。まあ大丈夫。山口桃江ちゃんがフォローしてくれるから。で、で、言いたいことは、ソフトメディア版のどんな曲か。いや、もう全然わかんない。うん、そう。ちょっと待って。
ったよね。それは、どういう、竹本さんにこうやってさっきやってたから。そうそうそう、ちょっと電波悪いからあれか。したいことがあります。肩だけ。うん。そうそう。肩だけ入れる。うん。肩入った方がいいかもね、今度は。逆向きじゃなくて、うん、いや、さっき向いてると、そう。で、それを、病院の中で待機できますよ。竹本さん、肩も入った方がいいんで。ではなくて、やや逆向き、でもこっちで竹本さんが、行こうとしてるこっちからとか向きが違うです。反対じゃない、そうです。こっちで言うと、そうですね。こっちと、こっちで逆になって、そう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 。そう、それなら今どこですか。そうそう、それで、ちょっと待ってて、今は逆向き。ああ、そうそう。言ってると、鼻が巻いてくる。そう。ここできますね。肩叩いて。これ、肩叩いて。うん。アップ。肩叩いて。ポンポンって。うん。自分を。身を折ってもらって、こっちで取るの。これ直結になってんだ。うん。どうする？さっきと同じ。一は同じシャボン。同じなのがいいかもね。景色が違う。景色が違うかな。バカにしてでも、全部おかしくなった。全然違うもん。竹本さんはこっちにいたんですよ。だから俺で会ってって言だから、竹本さんが行こうとするのを。ロケ車はないです。背景がこれバスの。背景がこっちに。こっちで撮ったのは大丈夫ですか、うん、さっきこっちで、あのレイナ目線で撮ったんですよ、私。なんでレイナはこっちにいる。それいいんですね。なるほど。こう移動してるから背景変わってもおかしくないですね。今のシーンはこのままだから、ここで撮らないとおかしい。じゃあ、そうですね。まず、その2人で。僕、何言う？じゃあ、これで。あ、そうか。って言って、行く。ってのは、まあ、ちょっと待ってっていう感じ。ちょっと行ってもらって、うん、でそれで聞きたいことがありますね、うん、このままね、うん、竹本さんが行ってもらって、うん、これ一回戻るんですか、終わったら戻ります寒いから戻ります、私は江原さん、こんにちは。もう江原さんからしたらもう鼻で笑うような現場でございます。実際稼働している場所とそうでない場所と寒い。醤油サンカーです。そうです。
終わったのか、戻ってきた。今ね、ジョンさんのね、ところだったの。だけど、何が？ジョンさんいなかったから、あの、ちょっと休憩。だって、な、写真？まだ、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 顔出し、アイスダメ？顔、いいよ。誰？何が？何で、絶対見てるんだ。自分のために行って。俺じゃない。また、また来たりするんだよ。トールの気持ちで。トールの気持ちで。トールの気持ち？あ、じゃあ、お願いします。俺もトールの気持ちで。うわ、怖いなぁ。病院が入る。何これ？何？いやぁ、ご飯。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いいえ、と思います。はい、はい、この3人、3人と生活してるんですよ。3人と生活してるんですよ。あ、これ、これ、これ、車です。あ、車です。生放送、じゃあ、生放送しながら。生放送、いや、さっきから。ライブ、ライブしながら。ライブ中継。ライブ中継。撮ります。これがあなたのクールスです。そっか、俺もライブ中継やってる。ハギさんちょっとこったら、ハギさんちょっとクールスのメンバーだから。これ自撮り棒さ、笑ってたよな。あれどうやってやるのこれ。そうです、そうです。そうです。もう来年年です。へいね。かっこいいね。皆さん。あれ、BJ これなんですか。これはただの今ムービーで撮ってるだけです。あ、ムービーね。あとメイキングにバッチリ。あ、メイキング OK です。はい、ありがとうございます。 BJ ブラックで世界と分からない。寒いよ、もうちょっと。寒いなぁ。何食べたの？俺のシーンって何？え、何？あ、ほんま、あの、次でしょ？というわけで、また後ほど話します。BJ チャンネルボリューム195。196、ドラマの撮影現場からお送りしました。ではまた。直接ライブ、直接ライブ、直接ライブできるの。ただ彼が何でもその人形は AI でも撮るようなので、トトロケが終わって今中です。手掛かりになるかもしれません。竹本亮でございます。安藤烈火役、マッドサイエンティスト役でございます。どうぞよろしくお願いします。彼が、はい、どうぞ。食べないと、食べないと、結構セルフ考えてるね。いやー、参りましたね。あまり役だね、今日ね。ちょっとやりましたね。マッドサイエンティストっていうのはね、まあ僕は異能科学者の研究者ですから、あの、マッドサイエンティストって大体ね、倫理がないとね、マッドサイエンティストになっちゃうんですね。なるほど。だから、あの、ちょっとね、マッドになっちゃうと異能科学者。異能科学者、マイナス倫理、イコールマッドサイエンティスト。ということで、そんなにね、あの、考えないでできちゃうんですね。なんかセルフ結構ね、うん、結構入ってる。ブロンドとブロンドが結構あるんですけど、ね、もう覚えた全部。もう覚えた。覚えない。覚えた。あの、読みながら覚えてる。ゴッドドクターがね、あのゴッドコンピューターがね、だいぶ覚えちゃうんですよ。全く覚えてない。ね、全く覚えてるとね、あの、あとでね、逆転しなきゃいけないんで、そう。ということで、あの、じゃあ、あの、ちょっと、しょうじさん、どうですか？やっぱりしょうじさん、うまいわ。俺は今日は楽。うん、この辺は6ページだから大変だった。悲しいわ。今日は楽、ね。今日は楽。今日はね、もう、しょうじさんに追いかけられる、あの、いい役だよ、ね。そうそうそう。そんな天才言うんだよ。7は、6は？ 6 は。それはもういいやけど。6は、7は。そんな感じで。台本がね、8までしかできてないから。そうですね。6、7、8、そうね、それやるんでしょ。そうだな、まあ、クロスはなんだか、僕ね、結構あるの。
あ、まだあんだ。ほんと多分来週で終えるんだと思う。今日はね、無理だと思う。外、暗くなる。これって竹山からの。はい、真ん中にいるのは元エクセレントフィルム松島藤夫。さっきホットドクターが出していいのかな。竹山からの変だよ。容体はどう？で言わないと俺セリフが出ないけどね。容体はどう？いやもうね、予断を許さない容体だよ。そんなのか、それは心配だな。でこのあのセリフ終わりなの？で次は？どうで反応捕まったのってなって、ここまでちょっと覚えてた。容断を許さない容体だよって言ったら、そんなの、それは心配だな。あ、だから俺がそこで犯人捕まったの？そんな簡単に捕まったら。刑事はいらないんだよ。刑事って俺言うね。次どうなの？刑事はこれで刑事は言って純さんの証言では DS という組織が今流行りの感染症を調べているっていうところまでは分かってるんです。もう一回言って忘れたよ。雫さんの証言では DS という組織を、はい、あ、もう一回、しずくさんの証言では、DS という組織が今流行りの感染症を調べているっていうところまでは分かるんだよ。DS ってディズニーランド？DS DS ってさ、我々医療従事者にとっては厄介な措置なんだよね。寒いな、今日。寒い寒い。これ何時に言うときは？でもね、12時集合だったから、12時、渋谷駅発。あ、俺聞くの？そんな感じでした。あ、そう。うん、今日は楽。いや、カナちゃんってさ、なかなか人とね、特定の人としか喋らないから、わかんない。そう、撮影、芝テレビ。誰かが連れ出すことはないと思うんだけど、テレビなんだよね。俺もお母さん話してさ、ずっと始まってるよね。そのかなちゃんの持っていたぬいぐるみを提出してもらえませ ん、 あれか子供ん。なんでぬいぐるみのこと知ってるの？この先子供出ないと一切使ってみたら話しとくか。やっぱり持ってたんですね。陽動尋問かよ。個人的な話だ。まだあと4話分話があるから。関西で、関西で、あのね、ネットで見れるよ、全部ネットで見れるそうです。そのネギは拉致事件の重要な証拠品なんだ。松島の今夜も。証拠物件、そんなに難しいこと言うなよ。今度お前、俺があのグランドビジに後で話しとく。この先どういう形であるかわかんない。伊勢今いくつだったっけ？年齢。何でもその人形が、あ、ここめぐみに。俺と同じじゃないか、抜けた。何でもそのぬいぐるみは AI ロボットのようなので、そのぬいぐるみを調べることで犯人の手がかりになりそうな。こんばんはって癖が出る。まだ、覚えはけよ。こんばんはって。16 16OK 了解。今言った犯人の消息を手掛けたんだって。俺か。なんで言ったって、もう一回言って。何？何でもその人形は AI ロボットのようなので、その人形を調べることで犯人の消息を知る手掛けになるかもしれません。あ、ほんで俺が手放すのか。そうです。ああ、そうなの。仕方ないな。分かったよ、渡すよ。一番上の特別にお金取ってくれ。まだあるのか。そう。あ、違う。見送るんですか。そう。素直に出せばいいんですよ。テレビガイド。いいですか。テレビガイドはどう。今後は絶対に証拠品を持ち出したりしないでくださいね。クロちゃんお願いしたい。今ね、クロちゃんお願いするんだよ。彼女を助けるためにも、そのね。これいつの？最近の？週刊テレビガイド。1月25日、28日。それの表さん一番ケツ。分かったよ。できるだけ知らせるようにするよ。その代わりフロントビジネスの人には1月4日スタート。千葉テレビ
毎週火曜日夜12時30分。今アマゾンでもうこれやるしかないけど、もうやばいでしょ。なんか言ってたんですよ。なんか結構いいみたいな。もう売れてるみたいな。売れてんの。やんないと。もう一回言うよ。俺からね、まず俺から。なんだよ、部品経験だと思ったら、何をしたんだよ。結構暇なの。何言ってんだよ。まあちょっとね、コロナウイルスを題材にしてるね、あれだから賛否両論があるらしいけど。うん。いやー、ロータリー良くないね。俺は1000人1件で食べてる。テレビガイドね。もう結構ね、良くないね。そっか。大変なんだよ。そうなく心配だな。主に、動画編集心配なだって言ってたから、うん、あ、それから出る。お父さんに繋いでもらう。犯人捕まったら全然なかなか出ないから、機能できなかったから。引っ掛けてもらえもう一回やる、初めからね。ブロンズド、ブロンちゃん、不倫警官来ると思ったらさ、クロちゃんだったんだ。ところで今日非番。何言ってんだよ、勤務中だよ。さっきゴッドドクターが続け出した影山かなちゃんの件だよ。ところで容体は？容体も良くないね。そっか、それは心配だな。ところで犯人は捕まったの？そんなに簡単に捕まるわけないだろ。刑事なんかいらねえんだよ。で、なんかこう出すと。出したら、刑事じゃないの？しずくさんの証言では DS という組織が今流行りのウイルスに関して調べているっていうところまでは分かってるんですよ。 DS に引っ掛けんだろうな。 DS、まあ、我々医療従事者は厄介な組織なんだね、この DS って。ところで、ところでしずくさんが拉致られて早山さんがそこに行ったわけなんですけど、その時誰かに連れ出されたんだよ。まあバタバタで現場で台本はめちゃめちゃ変わる現場なので、覚えててもほぼ役に立たない。カナちゃんが持っていたぬいぐるみを提出してもらいました。やっぱり持ってたんですね。有用尋問かよ。あれはカナちゃんがいつも肌身離さず持ってる大切なぬいぐるみだけどね。事件の証拠物件なら勝手に申し出したらダメなんだよ。証拠物件そんな見づらいこと言わない。俺とお前だけじゃないけど、ブロント美人紹介するからさ。ブロント美人、それは魅力的。いやいや、その点には乗らない。今7話やった。なんでもそのぬいぐるみは AI ロボットじゃない。7、そのぬいぐるみを調べると、調べれば犯人の手がかりになるかもしれないんだな。犯人の消息やん。あ、消息。ありがとう。そうなの。平場さん、こんにちは。渡辺さん、こんにちは。遠藤さん、こんにちは。特別に、何、そうなの。今度全部言われへんの。そうなの、渡せよ。あ、分かった、渡すんだよ。こんにちは。で、一番大事な、安全な、特別に保管しようじゃない。小村さん、こんにちは。マリコさん、こんにちは。永田くん、こんにちは。素直に出せばいいんですよ。さん、こんにちは。いいですか。渡辺さん、こんにちは。今後は証拠品を隠したりしないでくださいね。プロちゃん、お願いがあるんだけど、カナちゃんを助けるためにも、うん、そのマーズベリーを調べて分かったことがあったら教えてね。マットドクター。皆さん、こんにちは。マットサイエンティスト、僕の場合は。マットドクターじゃない。マットサイエンティスト、ドクターじゃない。マットサイエンティスト、マットドクターなんです。ブロンズを用意してるから。今回、ハマり役だね。てかね、楽なんですよ。うん、結構楽。あの、まあ、不思議な、あの、なんていうかな、役柄ですけど。ブロンズ像じゃなくて、ブロンズ美人って言ったら、見てる方が面白い。どうも、新名はこんにちは。本当に長いわ。そんな長いじゃないねえよ。何やってんだよ。俺もだよ。ん？俺も短く設置する。あんたプロだからいいんだよ。プロじゃねえんだから。俺アマチュア。でも今、何やってんの？こうやってやってる以上、全員プロや。まあそうだよね。うん、そう。俺、プロだけど。ん？
全員プロ、プロのアマチュアもプロも。もう一回やる、もう一回やる、もう一回。もう忘れる、俺見て。もう、なりたけ見ない方がいいよ。もう本番だけ、うん。本番っていうことでいくだろ、うんうん。俺からいくぞ。婦人喧嘩が来ると思ったら、なんでクロちゃんかよ、んと。今日暇なの？やばいですよ、皆さん。何言ってんだよ。勤務中だよ。さっき、オトドクターが助けた。影山からと受けんだよ。イエス様、届きました。容体はね、ちょっと良くないんだよね。大変なんだよ。ところで犯人捕まったの？そんな簡単に捕まったの？刑事狙ってくしゃくしゃ。刑事じゃん。しずくさんの証言では、DS という組織が今流行りのウイルスに関して調べてるっていうところまでは分かってるんですよ。DS が我々医療従事者もこの組織今本当結構厄介なんですね。ところで、しずくさんがあちらですよ。影山さんがそこへ行ったらしいんですけど、その時、誰かに連れ出されたんですよ。連れ出されたんだよ。もう忘れた。誰かに連れ出された。おい。連れ出されたんだよ。おい。連れ出した人、どこだ連れ出した人、ここらじゃない。ゴッドグリッパーない、ね、連れ出された何じゃもう俺ね、こういうのにないカナちゃんって言われば、カナちゃんは特カレオカナさんは特定の人としてして特定の人としか喋らないから誰かに連れ出されたというのはないんだけど、まあ俺もカナちゃん探してたからね、ずっとカナちゃんが持っていたぬいぐるみを提出してもらえませんか？どこなの？あ、これかなんで、もう一回言ってもカナちゃんが持っていたぬいぐるみを提出してもらえませんか？ぬいぐるみ？それ誰に聞いたんですか？やっぱり、持ってたんですね。誘導尋問かよ。もう分からん。あれ分かんない。あー、これ難しいな。誘導尋問かよ。あれはね、かなちゃんが肌身はめさずに持ってた大切にしてたぬいぐるみなんだよね。うん、そのぬいぐるみは、そのぬいぐるみは、ラジ事件の証拠。だがただ。ネットではどうやって見るんですか？そんな見づらいこと言うなよ、俺とお前の中じゃないかよ。今度飛びつきが飛び込んでくる。これネットでどうやって見るんだっけ？ネットで見るのはね、いやいや、その点にはネットで見るのはできるんだって。できる？なんかね、かなさんが、かなちゃんが持っていた、なんか方法あるんだよね。あとで、味方を教える。なんでもその人形は AI ロボットみたいで。その人形一話無料で見れるんだっけ？犯人の消息、なんかそれで話もあるんだけど、ちょっとよくわかんないんですよね。そうなんすか、もう仕方ないね。じゃあもう、このぬいぐるみをね、出すから、もう警察の特別署で、管理総局が。後で味方を、あれして教える。最初から渡せばいいんですよ。絶対に証拠物件を隠したり。今度は証拠物件を今後証拠物件を隠したりしないでくださいね。クロちゃんお願いがあるんだよ。彼女を助けるためにもこのマーズベイブを調べて分かったことを教えて。大文字入らないんだけど、どうやったら。何の大文字ですか？パスワードって。必ず。パスワード。ちょっとごめんなさい。今ちょっと生なんで。ご挨拶遅くなっちゃったんですけど。ああ、大丈夫、負けたときに。南レイナで、本名が石山チャリアです。チャリアです。本当にフランス出身で。あ、フランスなんですか。そこまでが。まあ、出版関係とリアル救急なんですけど。もう分かってきた。もう全部いい。よーい、これからね。よーい。私が書いてる。あ、そう思ってた。コードってここで。よーい。一はね、ちょっと失敗しちゃって一番初めに出しちゃったんですよ。一話が見れるだから関係者が見れる。あ、今日暇なの？実はもう出版してて、教えます。どこまでやってます？どこまでダウンロードできてます？やっぱり良くないんだよね。今送ります。ちょっとなんか、何人捕まったの？アドレスか連絡先か LINE を送っていただければ、今送ります。しずくさんの証言では、DS と呼ばれる組織が、何か今流行りの感染症に関することを調べているっていうところまでは分かってるんですよ。DS ね、我々、医療従事者もね、あの組織が厄介だと思ってるんですよね。ところで、しずくさんが言われてたので、
S… 影山さんがそこに行ったわけなんだけど、O、J 誰かに、そこで誰かに連出されたみたいなんだよ。その後、血が出した人に心当たりない。影山かなさんはね、特定の人としか喋らないから誰かに連れ出せるということはまずないんだよね。DJ の小松ですか。さっきずっとね、あの彼女探してるんだよね。あ、探してたんだよね。ちょっともう一回聞きます。その彼女ちゃんが持っていたぬいぐるみを提出してもらえませんか。DJP 俺そうです。提出してもらえませんか。へぇ、提出してもらえませんか。なんて言うんだ。提出してもらえませんか。うん、なんだろう、はい、分かる？分かるよね、人の出入りはない。それ誰に聞いたの？あ、そう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 。それ、うん、それちょっと一くだりあるんだよね。一回なんか送ってみます。それどこにあるの？あ、これか、これか。もう一回言って。そのカナちゃんが持っていたぬいぐるみを提出してもらえませんか？ぬいぐるみ、何聞いたの？やっぱり持ってたんですね。誘導尋問かよ。もう誘導尋問だったよね。ここまでいつも分かんない。これは電子書籍の。あれも彼女ちゃんがもう花見花粉いつも大切にして持ってる、持ってたのよ。持ってるのよ。キュアル。で、こっちが。こっちが、そのぬいぐるみは、そのぬいぐるみは、この拉致事件の証拠物件なんだ。だから絶対にその勝手に持ち出したらダメなんだよ。証拠物件？もうそんな水臭いこと言うね。俺とお前じゃなきゃじゃないかよ。今度飛びっきりブロンド美人紹介するからさ。ブロンド美人？わかります。それは魅力的で、そんな手には乗らねえよ。なんでもそのぬいぐるみは AI ロボットのようで、今送ったやつ、ぬいぐるみを調べることで犯人の消息を知る、こっちは買う人専用です。手がかりになるかもしれません。仕方ないな、じゃあ私よ。これでも買えますけど、550円かかります。その代わり、この警察の中の一番安全な特別室に入れといてね。こっちが BTN です。マズベイビー入れてたりですね。マズベイビーっていうのが、ここで初めてマズベイビー。ああ、それね。で、俺が、まあ、仕方ないんだ、これ渡すよ。で、渡して、ほんで、どれでもいい、あの開けるもので気合いして、でこれちょっと拡大していただくんです。で、もう渡したらすぐ終わりですよ。あ、こういうアルバムね。これ、あの原作、原作で渡すのが、あ、この、これで渡した。一番最後に QR コードがあるので、そうそうそう、素直に渡せばいいんですよ。あ、ちょ、あれまで言ってなくなった。ブローズ城の次が俺ですよ。そう。何でもそのぬいぐるみ。本当はこうやってめくるんですよ。あの、うん、電子書籍の場合はちょっとあれじゃない。なんでもその人形は AI ロボットのようなので、そう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 、丸ごと抜けてたの。そうそうそう、それを言って、まあ、ここから行こう、ブランドから行こう。はい、はい、ここでここちょっと少しスクリーンショットしてもらっていいですか。それは魅力、スクリーンショットしていただいて。そうですね。何でもそのぬいぐるみを、あ、何でもそのぬいぐるみは AI ロボットのようで、そのぬいぐるみを調べることで、例えば犯人の消息をつかめるかもしれないんですよ。ああ、もうそこまで言ったらしょうがないな。パソコンでもいいので、パソコンとかに送っていただいて、こうやると、ここが見るんですよ。最高な、携帯でもし見る場合は。そうそうそう。ここ、ゴッドメディアっていうのを、素直に渡してくれればいいんですよ。ここに、ここが、パスワード。今後は証拠品を隠したりしないでください。繰り返しちゃうんだよ。え、本当ですか？ちょっとやってみます。カナちゃんを助けるためにも、このマーズデイリーを調べて、分かったことがあったらすぐ教えてね。このぬいぐるみは、マーズデイリーって。はい。分かった。じゃあ、必ず調べたらすぐ教えるようにするよ。その代わり、おフロントビジネスで。おぉ、ゼロ4。おぉ、ですか？あ、ごめんなさい、0104です。0104で。あいつ。なんだあいつが、ここを見る。あ、もう一回パスワード入れます。もう一回やる。もうだんだん出てきたよ。もういくよ。だんだん出てきた。行くよ。なんだ、不審経験と思ったら苦労したんかよ。今日暇なの。マナさん、なんかすごいめんどくさいこと中だよ。さっきホットドクターに助けた影山かなさんの兄弟。N かなさん、どう
しずくさんの証言では DS と呼ばれる何かの組織が今流行りの感染症に関して調べてるっていうところまでは書籍はこんな感じで読んでいく感じなんですね。DS が我々医療従事者